写真拡大。セリーグ、広島2から1巨人、12回戦、巨人6勝5敗1分、23日、松田広島が巨人に今季初の同一カード3連勝。以下、笹岡慎二監督、52の主な一問一答。守護神フランスワが2の1の9回2四満塁を無失点で締めくくり、今季6セーブ目を挙げた。今は残光フランスワという形で行って、1点差のピンチで粘り切ったのは大きい。残光も1の1の8回2四1三塁を無失点でしのいだ。ボールの強さ、変化球のキレがあって三振が取れる。ああいう場面で投げて自信をつけている。後ろのピッチャーは気持ちが強くないといけないので、よくやってくれている。先発遠藤も7回1失点と粘った。悪いなりにピッチングができるのは成長している証だと思う。7回を投げ切って欲しいところで丸から三振を奪った。成長だと思う。8回に代打坂倉が決勝本塁打。初球からよく捉えてくれた。首位巨人から今季初の同一カード3連勝を飾った。やられた分やり返す気持ちをみんな持っていた。地元でなかなか勝てなかったので、こういう勝ち方で勢いに乗っていきたい。25日から DeNA3 連戦、横浜が始まる。横浜でもやられているので、やり返すという気持ちでやっていく。